ちはじゃなくておはようございます。 OK。 あ、すごい上だった。おはようございます。はい、というわけで、おはようございますなんですけど、あ、これかぶったらいい感じじゃない。今日は朝からまさかの充電がね、タブレットのができてなくて、もうショックすぎ。そう、まさかのまさかで、まさかすぎましたね。いやー、あれと思って、そう、つけたらつかないってなって、パッて見たら抜けてんのよ。なんだとってなんだ、もううーんって感じで、朝からも携帯でやってます。だから皆さん、今日はついに千秋楽です。おめでとうございます。千秋楽、いや、ついに終わってしまいますね。私は寂しいと思いますけども、もう本当に、でも主演の人たちとかね、やっとゆっくりというかね、このね、本当に出ずっぱりな、しんどいのがやっと一段落ということでね、本当にお疲れ様でしたっていう感じだと思いますし、まあ私ももう明日からはね、もうフリーレ三昧っていうか、フリーレ三昧なんで、もうこっから頭にぶち込んでいろんなものをいきたいし、なんなら頭にぶち込んだものをとりあえず復習しないと、何にも復習してないっていうか、できてないからね、入れるだけ入れたから復習してないので、身についてないので、それをやる作業に入ります。ここからもう多分バタバタしていく日々なんじゃないかなと思いますけども、頑張っていきたいと思います。今日はラストミシェルちゃんということで、最後のミシェルちゃんもね、楽しんでやっていきたいなって思っております。うん、あ、めっちゃ目がシャシャ。なんかすごいショートめっちゃ好評ですね。なんか私いつも絶対ロング派で、ロングしかしてこなかったんですけど、なんか結構ファンの人にショートのあの色のやつめっちゃ好評で、そう、嬉しい。いつかショートにしますわ。じゃあ、申し訳ないけど、アイドルの時はしないです。なんでかって言ったら、まあ、アイドルイコールちょっと可愛いみたいなのがあるじゃないですか。で、私が多分ショートにするともう完全にかっこいい系担当にされるから嫌なんです。今までも短い人って結構美人の、まあ、かっこいい感じ、茂木さんとか大西とかさ、ジャケちゃんとかさ、なんかちょっとそういうさ感じじゃん。でもさ、私そうなりたくないのよ。そう、私の中でなんかアイドルはやっぱり可愛い感じの方にいたくて、まあいないんだけど、すでにもう今も結局かっこいい系とかにやっぱり回されることが多くて、スカートよりパンツがあればパンツ、まあそれこそこの、あの生写真、ハートリックの生写真もパンツだったし、あれチームコンでも着てたけど、チームコンの時もショーパンだったのね。で、結構パンツ当てられがちなのよ。でも結構パンツ要員がもう茂木さんとかさ、大西とかも卒業してさとかなるとさ、パン先輩が先輩の衣装でパンツとかあると、やっぱりそう容易にね、まあ、似合うからしていただいてるんだけど、私はスカートが好きだから、なんかもうそれ以上そっちに寄せたくなくて、そう、そうなんですよね。あと髪のアレンジがやっぱりできない。
もう一緒じゃないですか、髪のアレンジが。基本なんか同じ髪の毛しかできないから。私やっぱりハーフアップとポニーテール好きで、ボンネも衣装さんが仰天はポニーかハーフアップをよくするからっていう、あのボンネットをいつもつけてくださるんですよね、衣装で。だからそれがやっぱりまだしたいから、ちょっとまだ ショートはいいかなって思ってて、でも似合うって言ってもらえたから、なんかアイドルやめて、なんか特にその役とかで伸ばさないといけないとかがなくなったら、まあ切ってみんのもワンチャンありねって。まあでもな、あれズラだからな。いやどうなんだろうね、ウィッグは似合ってもリアル似合わない説とかない？大丈夫そう？なんかそっちパターンだったら嫌なんだけど。ね、サムが時刻好き任せ。そうだからさ、そう思うとさ、今日とこワンパン。まあでもや、まあ、いつかはね切りたいよね。でも長いの大好きだからな私。もう長いの大好きなのよ。落ち着くよねやっぱ髪が。多分ね、ボブにするぐらいなんだったらショートにした方がね、いいんだと思う、うちは。ね、だボブでも結構なボブとかね、こういう感じの。あーね、時短ね。あー軽くなるよ確かに。いやそれは、あそれは絶対そうなんよ。今までもうロングしかしてこんかったから、もうロングじゃん。いやめっちゃ時間乾くんよ、乾かすのに。そうだからもうそうなの。てかもうショートなしはどうでもいいんやけど。え、そうなの。だから今日でラストなんで、皆さん今日ね、あのシアター千住ピノクルに来てくださる皆さんはぜひ遊びに来てください。首周り寒い、確かに首周り寒いね。確かに首周り寒い。そうじゃん、やだな冬は。でも妹にもなんか妹がね昨日言ってくれた。ねえねえ、もう 2.5 似合うと思うよって言われて、え嬉しい、なんでって言った。うん、いろんなウィッグが似合うと思うから。あーありがとう。なんかさ演技が向いてるのかなとか思ったら、あの見た目の話だった。いや嬉しいねんけど、あおおおオッケー。あ、そっちかって思っちゃったよね。ねえ、そうちょっと褒められてしょ、えみたいな思ったら、うん。ね、あミシェルちゃんよかった、嬉しい。私もミシェルちゃん、原作のミシェルちゃんにやっぱり頑張って寄せてる
ところもあるので、それを感じていただけてたのならすごく嬉しいなって思いました。妹もすごい褒めてくれて、すごいミシェルちゃんだよって。やっぱりみんなね、すごい原作の感じがすごい出てるじゃないですか。なんか私もね、元気いっぱい元気いっぱいミシェルちゃんいや声優はちょっとまた違うから難しいなと思うね、結構。うん、そう、めっちゃね、みんなやっぱり原作の多分あのキャラクターにね寄せてるっていうか、そうとかあると思う。私もめっちゃアニメ、自分の出てるシーンのアニメはめっちゃ見たから、そうええー、原作の意味とスマブラですね。そうでしょう。私もまあ始まる前にアニメ見てやって、本番の間、昨日とか一昨日かにもう一回アニメ見たけど、本当にみんなさんキャラクターまんまで素晴らしかった。このキャラクターの中で遊ぶっていうのって結構むずいじゃん。役をどう崩さずにさ遊びに行くかってすごい 2.5 の難しいところだと思うんだけど、それがすごい皆さん上手くて、めちゃくちゃなんて言ったらいいんだろうな、面白いところではすごくあるなって思いましたね。ステージにみんな揃うとユリナは小さい方だね、だって。あ、そうなんですよ。私そんな大きくないですよ。女の子だと多分一番ね、カノンちゃんが大きくて、ウェンリーが一番大きくて、私よりね大きいんですよ、ウェンリー。で、中心が私よりちょっとちっちゃくて、実際の身長ね、キャラの身長じゃなくて実際の身長は、でもみんな160センチあるから、決して女の子で小さくはないんですけど、まあ周りのね役者の皆様が大きいので、なんかすごい昨日のコメントとツイッターハイカステージ見てたら、そう、普段私 AKB やってる時って圧倒的にでかいんですよ。なんかでかいって言われんの、なんか、ゆりなちゃんってでかいよねって言って、すごい162しかないのにもっと大きく見られちゃうんですよ。みんなが華奢でちっちゃいから。だけど今回は皆さんがでかいので、女の子のキャストもでかいから、それをそう見えなかったって言われてすごい新鮮でしたね。そのコメントがでかいしか言われなかったので、小さいねって、小さく見えるって、妹にも小さく見えるって言われました。すごく新鮮なコメント。そうなんですよ皆さんが大きいのでね、ウェンディー、ウェンディーじゃなくてビジャイかでもウェンディーとビジャイのビジュアル、ビジュアルじゃない、文字のビジュが似すぎてさ、ウーに点々かさ、ウーかの違いでもうやよいよ、マジやよいってね。まあなんでラストね、楽しく最後まで怪我ないように、誰も怪我せずに、わあ怪我なく終われたねって言えるように頑張っていきたいと思います。もう元気いっぱいなんで、私マジでずっと元気いっぱい、楽屋でも元気いっぱい、マジ朝からりょうちゃん元気いっぱいねって、そう、なんか元気いっぱいなんです。いや、有り余っただけなんですけど、体力ね
そうでもね多分ねみんなはねびっくりすると思うけどうちね意外にね元気いっぱいなんですよ。なんか違う私これがダメだなって思うのが私お家で配信するじゃないですか。あのねすごい私外で元気いっぱいでよくそのなんかまあそういう風にねよく言われるんだけど家だとね、まあ、それはさすがになんだけどテンションそんな高くないのよ。家だったら圧倒的に私より妹の方がよく喋るんですよ。で外だと結構よく喋るときはよく喋るんですけど喋れないときは喋れないけどね。家だとやっぱりスイッチ切れちゃってもうオフっていうかその家だっていうのがあるからちょっとあ家になっちゃうとどうしても落ちちゃうのねテンションが。そうだからお家でいつも配信してるんだけどあそれがやっぱりダメだなって思った。なんか配信もそれこそレッスン上とかで配信してたりとかする方が多分まだあれなんですよ。そうでも絶対ファンの人が好きなんだろうなって思うのは私が外にいる時の私、まあでもその私もすごい私なのね本当に。そっちの外の私も逆に素なの。それはなんだろう楽しいから楽しいっていうのが出てるもう素直な私だしもうここはもう疲れたお仕事終わったふーっていう私なのね。そうだからいや家で配信するの本当良くないなって思いました。まあでも家しか配信する場所がないんだけどそうねそれがは私がショールームの配信をファンの人にやめた方がいいよって言われるあ理由だなってこの舞台の時にそうなんか元気だねとかすごい明るいねって言われてあだちょっと思ったの。そう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 だからねあーって思いました頑張ります。じゃあもう私そろそろ時間マジでやばいんでちょっと終了します。いい行ってきます。13位モンゴリアンプッチョさん、12位アーさん、11位ミゴス静寂ファイト見に行きますって待ってます、10位ニューネームさん、9位近いシーさん、8位ハルタラさん、静寂頑張ってね、女性ファン本当に多かったでしょ。だから女の子しかいなかった。いやしかも女の子みんな可愛い格好して可愛くしてすごい、うん、新鮮。客席見て女の子もすごい新鮮。7位食べ過ぎ飲み過ぎさん、千秋楽楽しもうね、ありがとうございます。6位シガーさん、千秋楽ファイチありがとうございます。5位ナッティさん、4位岡山さん、3位日清さん、千秋楽が頑張見に行きます待ってます。2位ザク1キノサさん、千秋楽頑張見に行きますありがとう。やっぱ楽多いね、見に来てくれると嬉しいな。1位秀樹さん、徹夜明けでラストミセージ会いに行く、ありがとう。なんか今日はやっぱ千秋楽だけみんな見に来てくれるの嬉しいなって思いますね。ありがとうございます。そうだから来てくれる人は本当に女の子ファンが多いからみんななんかへーってならないように気をつけてくださいね。時間ね、気をつけてください。なかなかね普段私たちがいるあのね環境は男の方がね男性が多いので女性が多いこういう舞台はもう大体皆さんびっくりされるんですけど私もびっくりですよ。だって客席見たら女の子ばっかなんて、うん、そうそうないし、リアクションもなんかあーみたいな高いキーが高いみんなやっぱりうんあはははじゃないもんあははって感じだからみんな、なんかそのねコメントとかファンの人が書いてんの見てマジで笑った女の子が多いんよみたいなさ、なんか普段と違う環境すぎてみたいなファンの人がさ書いててさマジでおもろかったんだけど、そうでも逆に言ったら他の俳優の皆さん、私と女性キャストのやっぱりそれこそウェンリーとかあのチェルシーのやあのお二方もやっぱり女の子のファンが多いんだって。それはまあやっぱ天狗とか出てたりとかするから女の子ファンが多くて男の子のファンの人が少ないんだって。だから基本的にもう女の子ファンが多いから客席で男の男性の方を見つけるの見るのが
逆に新鮮だって言ってましたよ皆さん。逆に新鮮って、男性ファンが新鮮だって言ってたんで、皆さんよかったですね思ってることはお互い一緒だということですはい、というわけで今日も見ていただきありがとうございました。また明日のショールームでお会いしましょう。それじゃラストミシェルちゃん頑張っていきます。北千住でお待ちして、北千住っていうかピノクルでお待ちしております。バイバーイ。